ハッピーニャンディーク、ゆるゆる旅道中記。どうもこんにちは、キーボーです。お待たせしました。長かったゴールデンウィークを過ぎてお祭り病になったりしていませんか？私はいろいろゴタゴタすることもあって動画を作る時間が取れずどうしようと焦っていましたが、ようやくどうにか動画にすることができました。さて、今回のゆるゆる旅道中記は春の石川富山編。我が家のハッピーニャンのメンテナンス、そしてハッピーワンプラスの見学の後、そのまま北陸に向かって出発。時すたぶ雪の季節を越え暖かくなり始めた春先の北陸を楽しんできました。世界でも珍しく日本ではここだけなドライブウェイや、歴史あふれるレトロな街を散策、富山の B 級グルメに寿司三昧、美しいガラス工芸に温泉地まで、大満足な北陸ツアーを紹介します。今回もゆるゆるな親子旅、少しでも旅の参考になれれば幸いです。それではどうぞ。ハッピーワンのメンテナンスと、この時ちょうど出たばかりだったハッピーワンの情報を得るためにムーンスターさんの元を訪れた私たち。新型への大型アップデや、まだ大分けになっていなかった普通車タイプの情報など、まだまだ進化を続けるハッピーワンへ今後の期待も高まっていきました。その時の情報まとめは3月に投稿した動画で詳しく紹介していますので、そちらもぜひご覧になっていただけると嬉しいです。メンテナンスが終わった頃にはすでに夕方を過ぎていたこともあって、この日は毎度恒例の熱田蓬莱軒さんのひつまぶしを食べ、キャナルリゾートでゆったりお風呂を堪能しました。名古屋に来たらこのコースは我が家の定番って感じになっちゃってます。準備万端。さて、北陸に向けて出発です。北陸自動車道をひた走り、最初の休憩スポットはこちら、静岡岳サービスエリア。大型7台、小型124台止められるこのサービスエリアで小休憩を取りました。静岡岳の山小屋をイメージしたこの施設は、滋賀の湖西湖北エリアにある老舗のご当地商品などが並び、また木のぬくもりあふれる食堂も備えられています。こちらでは山小屋カツカレーなどが人気とのことです。休憩も取れたことで出発です。北上を続けて本日の車中泊スポットへ向かいます。本日車中泊に訪れたのは石川県白山市にあります道の駅めぐみ白山。大型32台、小型190台の広々とした駐車場を有するこの道の駅は、2018年4月にオープンしたばかりの新しい道の駅です。国道8号線沿いということもあり、やや交通量が激しく、時間帯によっては少し騒音が気になる人もいるかもしれませんが、
施設に近い方に泊めていたこともあってか、私はそこまで気にはなりませんでした。道の駅入ってすぐにデカデカと新幹線の写真が。これは市内には北陸新幹線白山総合車両所など3個車の車両基地を有しており、また2024年には走行する新幹線を見下ろせる観光施設の開業を予定しているところもあって、鉄道の町白山として盛んに PR をしているからだそう。地元の特産品や新鮮な野菜たちがずらりと並んだ館内はたくさんの人が訪れていました。また地産地消のレストランでは地元のグルメなども堪能できるとして人気があります。施設内には芝生コーナーもあり、また小型犬専用のドッグランなどワンちゃん連れにもぴったりです。この日もワンちゃん連れの家族が訪れていました。うちはニャンちゃんだからな。さて、まずは腹ごしらえといきましょう。金沢に来たらここには絶対行きたいと目星をつけていたお寿司屋さんがあります。こちら金沢まいもん寿司の本店、北陸の新鮮な海産物が食べられるとして人気のある回転寿司のお店です。特に金沢市内は回転寿司の激戦区として有名店が立ち並んでいますが、トップクラスの売り上げを誇っており、この日もすでに1時間以上待ちとなっていました。しかしハッピーワンでしたら待つ時間もゆっくり室内で楽しめるので全然苦にならないですね。以前だったら待つ時間どうしたらいいかなと悩むこともあったのですが、今じゃ待つことも楽しい旅の時間になりました。あっという間に1時間。さて何を食べようかな。というわけでどんどん注文です。どれもとっても新鮮で美味しい。回転寿司のお店でありながら目の前で職人さんが握る本格的なお寿司たちはまさに一級品。北陸ならではの美味しい魚介を使ったこだわりあふれるお寿司たちを堪能させていただきました。手のサイズがこれぐらいだから。さてお腹もいっぱいになったところで次のスポットへ。能登里山街道を北上して訪れたのはこちら道の駅高松。こちら能登里山街道の高松サービスエリアに位置しており、特に能登方面海の里海館は日本海を一望でき夕日を楽しめるレストハウスとしても有名です。駐車場から海まで行くことができ、また店内から一望できる日本海を堪能しながら食事を楽しむこともできます。夕方には美しい夕日が広大な日本海に沈んでいく姿を楽しめます。足湯やドッグラン、遊歩道なども整備されているので、ぜひ一度訪れてみてはどうでしょうか。さて休憩も取れたところでいよいよ目的の場所へ。岩浜インターを降りた先に日本でもここだけのスポットがあります。千里浜渚ドライブウェイ、こちら全長 8km に及ぶドライブウェイなのですが、なんと日本でも唯一車で砂浜を走れるということで CM などにも使われている有名なスポットです。
この日もこの場所を目指して多くの観光客が訪れていました。実は海に近いということから波が高い時など通れない時もあるらしく、何事もなく来られてラッキーでした。ちょっといつもの雰囲気とは違う感じになっちゃいましたね。ではちょっといつもの雰囲気で、なぜここでは砂浜を車が走れるのでしょうか。このチリ浜の砂浜は砂一粒一粒がとってもきめ細やかです。海水を吸うととても引き締まり、 4WD でなくても走行できるということです。しっかりとした砂浜なので大型バスも通行できるとのこと。すごいですね。ただし、いくら通れると言っても海水をあまり吸っていない陸側の砂浜はタイヤがはまりやすいとのことなので、走行の際はご注意を。普段とはちょっと違う体験のできるチリ浜渚スピードウェイ、皆さんもぜひ行ってみてくださいね。さて、砂浜を走っていると車体やタイヤが砂まみれになってしまい気になってしまいますね。そんな人におすすめの道の駅が近くにあります。チリ浜渚スピードウェイからほど近く、能登里山街道チリ浜インターのそば、こちら道の駅能登チリ浜。チリ浜渚スピードウェイを訪れたならぜひこちらの道の駅にも立ち寄ってみるのをおすすめします。こちら駐車場になんとタイヤシャワーが備え付けられています。しかも無料で使えます。これで汚れたタイヤもすぐ洗浄できて安心ですね。砂浜の砂で作られた立派な砂像が素晴らしいです。こちらの砂像は毎年道の駅と渚スピードウェイのレストハウス横にも制作されているとのことです。2017年にオープンしたこの道の駅は世界農業遺産に認定された能登半島の喉元に位置しており、白衣や能登の地元特産物を備えた地元愛あふれる道の駅となっています。さまざまな地元特産物がお店に並び、またこの道の駅にあるマルガージェラートは大人気。この日も多くの人が並んでおりました。さて、次のスポットへ出発です。今も加賀百万石の栄華の残り香が漂うこの金沢には、伝統とモダンが共存した街並みが広がっています。今回はそんな中で加賀百万石の伝統を楽しめるスポットをいくつかご紹介いたします。まず最初に訪れたのはこちら、加賀藩の藩祖であり大河ドラマでも有名な前田利家をお祭りされている小山神社。こちらは金沢市内の中心に位置する人気のスポットです。
異国情緒あふれる境内と教会のステンドグラスを模した神門が特徴的。神社でありながらなかなか他では見ることのできない景色に今日も多くの観光客が足を止めています。続きまして長町景観地域。半世時代に加賀藩士の邸宅が立ち並んでいたこの一帯は火災が少なかったこともあり、現在も武家屋敷が保存状態の良いまま残っています。遥か昔この場所を加賀藩士が歩いていた。それを思うとなんだか感慨深い気持ちになりませんか。続きまして訪れたのはこちら東茶屋街。金沢文化を代表する茶屋街の一つで、和の趣を感じる伝統的な街並みです。日中は様々なお店が立ち並び、多くの観光客が訪れるスポットではありますが、夜の東茶屋街もまた風情があり、とってもおすすめです。静かに佇むこの空間はまるでタイムスリップしたかのような感覚になります。夜の静かな東茶屋街も美しいのですが、日中も来てみたいですね。ということで翌日行くことに。さて、さまざまな金沢の伝統的な建物、レトロな空間を堪能したところでお風呂に入りに行こうと思います。今回訪れたのはこちら、天然温泉リラックスパークテルメ金沢。こちらは北陸最大級の全10種類以上ある温泉を堪能できる温泉施設です。金沢西インターから降りてわずか1分の場所という立地から、ふと温泉に閉じることもできるとして人気のスポットでもあります。テルメ金沢の温泉は松島温泉白糸の湯とも言われており、肌に優しく浴後は肌がすべすべになる美人の湯とも言われています。高濃度の炭酸泉や寝湯、日替わりの薬湯に、ここでは珍しく飲むことのできる飲み湯というものもあります。この日は少し寒かったこともあって露天風呂がとっても気持ちよかったです。露天風呂にはたくさんのひよこちゃんが浮いていて、なんだか可愛らしかったです。どうやら調べてみると超アヒル風呂という期間限定のイベントだったみたいです。ラッキー。さて、あまりにも心地が良くて運転の疲れもあってだんだんと眠たくなってしまいました。ざやに浸かりながら眠ってしまいました。やばい。実はこちら24時間入湯可能な温泉ではあるのですが、深夜1時を過ぎてしまうと深夜料金に加算されてしまうのです。やばい、ゆっくりすぎた。ギリギリで加算はされませんでした。いやー、よかった、気をつけよう。というかお風呂で寝るのは気持ちいいんですけど危ないですので、皆さんも気をつけてくださいね。さて、こちらの料金は大人1100円、会員なら600円、中高生は600円、小学生は400円となっています。何度も金沢旅行される予定の方には帰りになるのがおすすめです。初回500円の入会金が必要ですが、年会費もかかりません。またこちらの温泉はアメニティがとても充実しています。館内着、バスタオル、フェイスタオルも無料で貸し出してくれるので、本当に手ぶらで訪れても OK な温泉となっています。またこのテルメ金沢はそのまま宿泊もできる施設となっており、車旅で疲れた際にそのまま泊まっていくなんということも可能とのことです。ロッカーはシューズボックスは100円が必要です。この点はご注意ください。脱衣所の方は指定のロッカーキーを入館時にお渡しされるので、どこか空いてるかいちいち探しに行かなくていいのはとっても楽ですね。さて、すっかりお風呂で気持ちよくなったところで今回の車中泊スポットへ。
今回訪れたのはこちら、道の駅栗から源平の里です。駐車場規模はそこまで大きくはないのですが、平坦で車中泊に向いていると思います。幹線道路近くの方は大型トラックの駐車場もあるので少し騒がしいです。奥の方に止めるのがおすすめです。あ、ちなみにこちらゴミは全て持ち帰りとのことです。お気をつけて。それではおやすみなさい。というわけで今日のゆるる旅道中駅はここまで。見どころあふれる石川県を堪能してまだまだ旅は続きます。まずは人があふれる東茶屋街を探索、富山 B 級グルメの黒いあいつを食べて、石川が故郷の漫画家さんの地元を探索、そしてまたまた寿司三昧な一日をお送りします。それでは今日の問題です。金沢市内に位置する人気のスポット小山神社、この小山神社にお祭りされている NHK 大河ドラマでも有名な加賀藩の藩祖は誰でしょうか。わかったらコメントで。それではまた次回も見てくださいね。またねー。